何が好きな食べ物？バルサの個人プレーが目立ちますね。天ぷら好き？サッカー選手で言うならロナウドかな。ロナウドか。これしつこいっす。いい例えだね。メッシは何だと思います？メッシ。これはメッシ。こう面白い回答来るんじゃないですか。分かりやすいですからね。焼肉かな。みんな好きじゃん。まあ今のが疲れだとしたらここに点々点って出るでしょう。俺が質問したことちゃんと返ってこない。ザ・リレー始まります。ユーマ忘れんな、俺が MC やから。今一番注目している海外のクラブ選手はフランス代表のエムバペ選手。エムバペ選手ですね。まあタケシ君あんまサッカー見ないんで多分分かんないと思いますけど、エムバペじゃダメなの？エムバペス。ムバッペっていうのはもう3ヶ月前だったらムバッペス、今エムバペス。もうあの続かないんでいいですけど、やっぱ19でワールドカップで10番背負ってあの活躍はやっぱり単純に悔しいですね。悔しいですね。ああいう選手になりたいなっていうのはありますね。たけし君どうですか？日本代表だね。面白いよ最近の日本代表。南の堂安だからそう。同い年の選手すごいとか言えんのはもう俺からするとまあバカじゃねえかなと思っちゃう正直。でも待って3つ下だよ。いやだからそれは俺は悔しいっていう表現をしてるじゃないですか。あ、俺も悔しい。いやいや面白いっていう表現してるんで、俺はちょっとそれはちょっとアホじゃねえかなって。アホ？俺はアホじゃねえかな。そのまあそれが素直な良さでもありますけど、まあ俺はちょっとそれは同意はできないです。まあ全然俺人独り言なんで気にしないでください。これまでで最も影響を受けた人は？僕は小笠原選手ですね。うわ小笠原選手に非常に受けました。どういうところ？どういうところ？いやでも冗談抜きで三戸さんですね。いやマジで冗談抜きで三戸さん。俺小学校1年から俺はアントラーズなんで、まあ練習とか見ててもやっぱ姿勢は変わんないんですよ昔から。なんかこう本当に真面目に取り組むし、何がすごいって言ってもあの今年になってこう調整とかしないで、まあ、俺ら若手と混じって最後までフルメニューこなすって自分ができるかなって考えた時に俺はできないと思うんですよ。俺はそこに馬さんって言わずにあえてここで見てくるって言いました。大吉君は誰ですか？曽我さんかな。まあ、でも2回目は受けないですねその絶対脇汗かいてますよね。お前あれ書いてもらっとったやん。あ、そういやね。こういうやつ。はいはい。いいな。高橋雄一先生に本当に一番親が喜んでましたね。それもらえるって聞いてたんですけど、ある人に嘘つかれて、うん、もらえないって聞いて本当に親も悲しんでたし、そこは本当にショックでした。かっこいいの。かっこいいっすね。はい。俺も書いてもらえるように頑張ろう。それはちょっと無理っすね。ありがとうございます。すごいですね。これ全部目ですか？じゃあめっちゃ高いザン目ですか？ザン目です。すげえ。何これ柔らかい。うまい。なんていうかこう非常になんかこう美味しいです。お前ミョウガとか食べれんやろ？ん？ミョウガとか食べれんやろ？いや食べれないっていう方はもう全然違う。食べない。食べれますよ。食べない。食べない。嫌いな食べ物ある？人参っす。かわいい。甘い。甘い人参が大嫌いなんですよ。ステーキとかにマジで嫌いです。あれもう気持ち悪くなるんですよ。じゃあカリカリなんちゃっていける？カリカリ。そのまま人参かぶりついたことない？いやないっす。なんですか？うさぎっすか？うさぎ。いやいや、たけし君のあの言い方だともう あれをこうがっつりいった感覚だな。俺甘いのは嫌いなんですよ。煮とるやつや。煮つけとるやつや。煮つけてる？柔らかいのよ。あったかくしとるやつやろ。そうっす。あれ煮つけてないと思いますけどね。茹でると煮つけるのが違いない。会話なんだよ今。俺じゃないっすよ言ったの。あ、俺じゃない。こっちが来ました。そうです。自炊する？自炊する。自炊したことある？普通にですか？作れるってことですか？いや、作れないっすね。たけし君、たぶんこの間したみたいっすね。あれでも作るのどんくらいかかるんですか？あれだけで。スーパーに買いに行って、その重たい荷物、家まで運んで、うん、で袋開けて、うん、包丁で切って、めんどくさいな。主婦の気持ちがよかった。大変だなって。お母さんありがとうってなったの。何のごますりタイムですか？いや、マジで。行くやってみ？めちゃくちゃ大変。片付けるのとか洗い物とかもめ
さい。じゃあ結婚したらそこどうなんですか。俺結婚したら全部そこはやってもらう。ご飯作ってもらって、まあ食器まで、食器だ、洗面所まで、亭主関白的な、亭主関白、洗面台まで、洗面台も洗ってもらうんですか。じゃあすごいっすね。料理作るところまでは洗面台も洗ってもらうんだ。そっから洗ってもらうのはお母さん。いやもうやっぱ紛れもないバカっすね。彼氏だったらいい男だよ。おすすめは僕はしないですね。俺の妹がたけし君連れてきたら、まあやめなさいとしたこと。妹が安西好きなんですよ結構。やめなさい。俺安西とたけしだけはやめろって言ってんすよ結構マジで。安西とたけしだけはダメだっつって。まあ間違ってはないんだな。まあもう若干もうテレビ越しで伝わってると思いますけど、結構ぎこいっす。結構ぎこいっすよね正直ね。全然ぎこくないよ。あ、マジっすか。俺だけかぎこいって思ってる。俺はバイブもギコイっす。マジ、はい、あんま長くないじゃないですか。正直長くない。あんま長くないですよね正直。だなんで俺ゲストで言われたのかちょっと分かんなかったっす。今年あんま絡んでないもん。お互いいい居所見つけましたよね。たけし君はワン君行って、俺は安西行ったっていう。もうお互いいい別れ方しましたね正直。別れ方したね。でもたまに感じないですか、なんか寂しいなみたいな感じる。感じます。あります。あ、これ何、そういう感じですか。めちゃくちゃ美味しい。俺いじめ食らってますこれ。俺だけないんですけど。ここにあるやん。あ、これか。リクシルスポーツザリレーいかがでしたか。次はゆうまが MC となって、ゲストに、誰かを呼びます。まあこうたけし君に指名していただいた時からもうずっと考えてたんですけど、やっぱり大先輩の曽我畑先輩で、俺は言っていい、まあ、曽我、まあ、曽我さんで、俺は行きたいなって考えてるんですけど。曽我さん来てくれるかな。指名したはいいけど、いざ隣に来られてやっぱりちょっときついなっていうのは感じます。いざね、2人きりになったら結構多分緊張すると思うよ。いやでも曽我さんのちょっとこう、まあね、いろんなそういうのを話を聞きたいっていうのは俺はあるんで。俺もなんか2人きりになったらどんな話するやろうなって。そうっす。意外とこう真面目な話でも聞けるかもしれない。いや曽我さん結構カメラもあると真面目な話だな。回ってないと。まあちょっとそれは言えないけど。まあ曽我さん、曽我さん一本でいきたいと思います。三津尾さんはちょっと、三津尾さんはここだけの話、カメラ回ると面白くないから。曽我さん、曽我さん一本で。MC できる？まあたけし君がハードル落としてくれたんで非常にやりやすさを感じます。そうだね。はい。ありがとうね。はい。ザ・リレー、またね。またね。